名古屋市内で1台だけの、ハイエースのカーシェアです。ガソリンのスーパー GL ダークプライム2。おそらく2020年式の320万円です。ディーラーの車両置き場なんだろうけど、右がキツキツすぎて草。さて特別使用車ということで、ウッド柄の装飾が入っています。乗用車テイストのスーパー GL。個人で所有することを想定しても、特に不満のない質感となっております。足元に変な突起みたいなのがあって、右足と左足は断絶されています。左足でブレーキを踏んで、右足の負荷を低減させることができません。さらに癖があるのがこのサイドブレーキです。解除する際は引っ張ったりひねったりしながら、良い具合にうりうりします。作動は引っ張るだけ。信号待ちの合間にサクッと引ける感じではないですね。電動パーキングブレーキではないということで、当たり前ながらブレーキホールドもなし。今ポイ捨てしたぞ。死ね。つまりですね、信号待ちの間は基本的に、右足でずっとブレーキペダルを踏み続けなければなりません。前車追従クルコンの停止保持機能どころか、クルーズコントロールそのものさえついてないし、長時間は絶対に右足が地獄です。調べてみるとこの方は、2004年から売り続けてるらしいですね。いろいろと古典的なのが長所でも短所でもある。また赤信号直進矢印なのに動き出さねえよ。さすがにパッシング2回目は喧嘩売りすぎかな。名古屋でもあまり見ないタイプだな。投げ捨てたペットボトル、アルコールか大麻が検出されるかもね。そしてあいつ、トラック相手にノーウインカーで割り込みしていきましたね。警察仕事しろ。一徳が白線を踏んだ後に光らせても無意味だぜ。視点が高いので、底辺相手の威圧もはかどりますな。そうです、視点が高いので、乗るというより登る感じ、なんかダンプカーっぽく感じました。スタートボタンとミラーはここです。さてと、ちょっと独特な動き方をするシフト。純正ナビはバックビューモニター付きです。ボタンを押す必要はありません。ここがニュートラル、マニュアルモード付きの6速 AT。D から真上がニュートラル、左、上、と動かしてリバース。左から迂回しながら上に上がってパーキング。ちょっと使いづらいっすね。エアコンはコンパクトながら見やすく機能的にまとまっていて、使いやすくて非常に優れた設計をしています。アイドリングストップもないから、信号待ち中に AC オンにすると、コンプレッサーが回り出す音が聞こえてくるぜ。なおカップホルダーの配置がひどいです。なぜか後ろの方にあります。しかもガバガバでこぼれそうだし、これは社外品の取り付け前提ですね。せめて前にカップホルダー持ってきてくれよ。灰皿があるのはハイエースっぽい。オートのミライトですね。戻ってきてしまいますが、下に一回下げるごとに前照灯がオンオフされます。下に回したままホールドすると、完全にオフできます。放置性で必要な分だけ最低限つけたって感じだな。もう一つの特徴が、左フロントの謎ミラーですね。映すのは左リアではなく正面足元。ハイエースの運転席配置ならいらんだろうと思います。かなり精度の高いクリアランスソナーが全方位についているので、なおさら必要性がわからんですね。ソナーだけでここまでスタンドに寄せれますし、駐車場所がキツキツでも便利だな。というわけで参りましょうか。視点が高くて運転席がフロント寄りなので、曲がり角の左右確認が非常に楽で安全です。低速域からの出だしも申し分なく、元気に走ってくれる印象を受けます。ちなみにこの個体は2リッターのガソリンモデルだが、ディーゼルも選ぶことができるぜ。ハイエースはバリエーションがありすぎて、型式や車体番号、諸原料をしっかり調べたけど、正確なスペックを把握できたか怪しいです。ボディはコンパクトな方です。横幅 1695mm に前後は 4695mm、前高は 1980mm です。もっとでかいバージョンがあることは承知ですが、この構成でも特に、前後方向への長さを感じますね。箱型ボディで窓も広いため、周辺への視野や運転感覚は非常にいいです。ここであえて、左後ろを沿わせるようにして、丁寧に左折した場面をお見せします。バスを運転しているような気分になりましたね。そしてハンドルの回転量に注目。ただの左折なのに、やけに大量にくるくるしています。このハイエースの弱点の一つは、ハンドルのレシオだと思います。具体的には、同じ前輪の打角を得るために、より大量にハンドルを回さないといけません。交差点の左折では非常に忙しいし、普通のコーナリングでも油断してると打角不足に陥ります。最小旋回半径はいろいろな数値が出てきたけど、諸原料を見比べた限りでは、5から 5.2 メートルくらいですね。車体サイズの割にやけに小回りが効きます。慣れは必要だけど、いざ駐車を始めてしまえば、思っている以上にコンパクトに取り回せます。せっかくなのでこのまま、乗り物全体の挙動としての、ハンドリングについても話しましょう。カーブを曲がっていく際、個人の感想でしかないのですが、ハンドルの回転角と自分の感覚がなんかマッチしません。
また段差を越えた際に、ハンドルが暴れ回る感じがして、飛ばすのは非常に怖いですね。追い込んだコーナリング時は特に、段差を越えたタイミングでハンドルがブレるのが動画からもわかるぜ。というか前の奴らなんなんだよ。また来そうですね。ウインカーはエネルギーの無駄。あんなの使ってたら運転が下手だと思われる。ちょいブレな反抗期の中学生かな。さてさて追い込んだ領域の怖さについては、また後でじっくりと取り扱います。ひとまず街乗り領域に戻りましょう。まず多段式 AT とエンジン、どちらも現代車としてはやけに威勢がいいですね。エンジン音は中回転以上で、あからさまにうるさくなる。これスポーツカーより音でかいですよ。6速 AT が搭載されているわけですが、穏やかに加速している最中でも、アップシフトが入るとわかります。まだ走行距離は 1.6 万キロで、新車製造からも4年ということで、AT フルードの劣化のせいにはしづらいですね。ハイエースの全体的な特徴として、基本設計が古すぎるんだよな。2000年代の構成で未だに新車作ってる。うるさいエンジン、6速 AT、サイドブレーキやクルコンなどの装備の乏しさ、多分耐久性を持たせてハードな運用に耐えるために、堅牢でトラブルの起きづらい、旧式の機構を採用しているのでしょう。今ピーって言ったけど、多分助手席に置いたバッグが重量センサーで検知されて、人が乗ってるけどシートベルトつけてないって判定されたんでしょうね。ただのユックでも作動しがちだから、気になるなら偽バックルでも買って差しとくしかないぜ。この辺はやけにパトカーが多いと思ったら、ここが警察署でしたか。警察署の真横に、緊急車両出入り口の停止禁止エリアがあるわな。さてメーター右側にはインフォディスプレイが装備されるわけですが、瞬間燃費計くらいしか使うのがないですね。エコインジケーターってやつ、それはなんだ？これがちょっとよくわからなくてですね、アクセル回路と連動するの？うん、わからん。アイドリングストップもなし、2020年頃に新車で出た割にはエンジンの排気音が大きすぎる。この個体は4ナンバーだったのですが、もしかして4ナンバーって、騒音系の規制も緩いのですか？ MF ゴーストでおなじみの前期86より、絶対こっちの方がうるさいぞ。遮音のやり方もあるでしょうが、エンジン騒音の大きさは、ハイエースを乗用車として検討する際の弱点ですね。ディーゼルよりガソリンの方が静かですが、でも純正マフラーなのに音量だけバカでかいこのうるさささ、私は元気を感じて好きだけど、あのトヨタならもう少し静かに作ってほしかった。コールドスタートのアイドリングはうるさくないけどね。一番大事なところが静かじゃないか。純正カーナビを使ってみましょう。まず配置、エアコンの吹き出し口のせいで微妙に遠い。入れ替えて欲しかったです。指をグワングワンした際の遅延はあるんだけど、そこまでストレスではないです。画面サイズがちょっと小さくて窮屈だけど、この年代のトヨタの純正カーナビとして、標準的なものとなっていますね。拡大縮小のプラスマイナスボタンを一番遠い左下に配置するクソ設計、クラウンクロスオーバーの時もあったよな。走行中に触って欲しくないという意図があるそうですが、完全に逆効果ですね。プリウスのシフトを作ったのと、同じ人が設計したんでしょうか。現在地ボタンは右上にあります。物理ボタンで角地に存在しているので、これは押しやすくていいですね。それにしてもハンドルが慣れないです。この程度の右カーブでも、自分の運転感覚と実際の動作がずれてしまう。この味付けが乗用車っぽくなって、追従式のクルーズコントロールとブレーキホールドがつくこと。これを要望したいです。クルコンくらいは後付けできるようだが、せっかくの長旅をこなせる設計なのに、右足がボトルネックになりそうだもんな。ちなみにですが、坂道発進アシストは搭載されているようです。はい、さっき見せた通り左足は届かないけど、下がらずに発進できましたね。今右にハンドル切ったけど、要求される打角がやはり大きすぎる。慣れの問題といえばそれまでだけど。ちょっと燃費について。高速インターに乗るまでの間、燃費走行を心がけました。信号待ちがかなり多かったせいか、リッター級しか出ていないですね。プリウスなら33は出せたような走りだったのですが。信号待ちでアイドリングしている間、ひたすらに区間燃費が下がっていくのを見るのは虚しいです。都心環状に上がった後、最初の1周は80キロくらいで燃費を意識しながら流しました。12.4 って書いてあるな。70キロ台前半まで車速を落とせば、もっと燃費は稼げると思います。この箱型ボディ、外から見たサイズ感より空気の壁に押し負けやすいです。100キロあたりからあからさまに伸びなくなっていくの、エンジンパワーのせいだけではないよな。周りの人と同じくらいの速度に上げまして、今は一般的な高速道路を想定した速度で巡航しています。だいたい110キロを超えないくらいで走っている限り、静粛性や直進安定性には、特に大きな弱点はないですね。激しめのレーンチェンジを行ってみますが、ちゃんとロールの発生と収束を踏まえて、乗り物と共に動いている限りは大丈夫。なんか表現が微妙じゃねえか？このチャンネルで出てくる車たち、切った瞬間に曲がるとかフルフラットとかよく言うのに。いやーね、はっきり言うとこのハイエース、甲府回帰に飛び込むのがむっちゃ怖いのよ。都心環状は3周して、終盤の方には頑張ってペースを上げようとしたんだけど無理でした。
きのいい音でしょう。86より元気だと断言できます。エンジンのスペックについては、おそらく5600回転で131馬力、4000回転で182ニュートンです。この音何なんでしょうね。たまになるんですよ。あとこの個体、多分ベルト鳴きしてますね。窓を開けていると一段と大きく、例のキュルキュル音が聞こえてきます。556の出番だ。さてさてそろそろ、気になる乗り心地について話しましょう。諸元量を見ても実物の動きを見ても、貨物車向けのサスペンションが入っているようですね。事実として段差を超えた際、あちこちに跳ねちゃうような動きはあるんです。でも乗り心地の総合点としては普通にいいと思いますよ。映像がブレまくってるのは、カメラをサンバイザーにクリップで挟んで、ぶら下げる形で撮影しているからだぜ。段差を超えた際に跳ねると言いましたが、実際は体が揺さぶられるようなものではないのでご安心ください。このハイエースの足回りの素晴らしいところは、その後の抑え込みのうまさですね。しなやかさというか、ふわふわと動かすような過程を挟んでから収束させることで、荷室が空の状態でも乗り心地が担保されます。複数人での長旅も想定したくなるような車ですが、運転手の右足と燃費以外で、そんなにネックになるような要素はないと思いました。その運転手の右足問題が致命的なんだけどな。まあまあ右足を巧みに使いまして、アクセルを踏んでない時は、燃料を吹かないという特性を活かしましょう。瞬間燃費計が右に突き抜けましたね。リッター 5.9 とか出てたんだが、この状態で2024年でも売り続けてるって、さすがにそろそろ苦しいんじゃないかなと思いますね。そう思って調べてみたら、受注停止があるとか、何にせよちょっとした年次改良程度にとどまりそうだな。残念。さてと、ある程度は試したいしそろそろ慎重に行きますか。ブレーキが頼もしいですね。リアはドラムと書いてあったのですが、ドイツ車みたいにスッと車速を削れます。それでいて初期がズドンと来るわけではない。ドイツ車はハイエースのブレーキを見習ってほしいですね。ターンインの際は前にしっかり荷重をかけて、前下がりのまま舵を効かせていくようなフィーリング。ロール収束自体は早めだけど、ハンドル操作に対するボディのロールには、なんか一体感がないんです。そしてちょっとアクセルを踏み込むと、見聞きしたり運転してる分には楽しいですが、これはエンジンうるさいですね。ちょっと踏んでも全然応答なくて、あるタイミングから突然キックダウンして、エンジン音がバカでかくなるんだよな。ここら辺の制御だけ見ていると、本当に2000年代みたいですね。ベルト駆動よりは歯車をがっちりかませて、ギアの段数も、パワートレインの構成要素も、不用意に増やさないということでしょうが、FR だけど後輪に荷重がかかりづらいという点で、ここからの加速で雑にアクセルを踏むと、なんか急にスピンし出すんじゃないかという恐怖感。今 PP 言ったのは車線逸脱アラートですね。マジで音が鳴るだけです。ここのカーブの段差は都心環状で一番厳しいんだ。乗り越えた際の音を聞いてみてください。軽いような音がして、瞬間的にハンドルの角度が大きく変わったのが見えましたか？実際に運転してみた感想としては、そんなに追い込んでいいような車じゃないですよこれ。旋回中に急ハンドルを入れてみましょう。急な姿勢変化は起きづらい感じ。運転していて思うのが、前を沈み込ませた姿勢さえ保てれば、急ハンドルでも危なくならないですね。今回の走行で最も追い込んでみた右コーナリングがこれです。立ち上がりでガタンと段差を超える際の、ハンドルの角度というか手の位置の瞬間移動に注目。角度的には30度にも満たないですが、一気に動いてしまっています。運転していても瞬間的にハンドルが暴れた。以前ハイエースが都市高速をすごい速度で走っていたので、プリウスで追尾したことがあるんです。160キロは出ていました。同じハイエースなのに、なぜあんなことができるのか理解不能。同じ市販車ではあるけど、安定性の高いスポーツ車みたいにはいきませんので、ハイエースでハイペース走行をする際は、ターンインから中盤までは前下がりの姿勢を維持、立ち上がりではラフなアクセルオンは避けて、乗り物の挙動の安定を保ちながら、慎重に開けていくのが良さそうです。高速域でのレーンチェンジの際は、一旦ロールを収束させてから、その姿勢を維持したまま横移動を、移り終わったらゆったりと戻して、直進状態へと危なくならぬよう切り替える。そうやって乗ってやると安全だと思います。というか遅すぎでしょおじいちゃん。旅を越えて遅いのと、そのくせに線をはみ出してたら確定でおじいちゃんだな。山道の左カーブで、ゆっくり走ってるくせに対向車線側にはみ出してるやつ嫌い。というわけでハイエースでした。いろいろと基本設計が古すぎて、現代車に慣れると耐えられないようなポイントもあります。これを現役で新車で売るのもすごいですが、乗用車として危なくないように、快適に十分走れるようには作ってあります。しっかり需要がある車なので、リセールにも期待できるでしょう。でも今から300万円出してこれを新車で買うというのは、ちょっと勇気いるかな。
そういえばあのサイドブレーキ、左足で踏むタイプに改造できるキットも売られてるらしいな。クルコンとセットでどうだ？だいぶ良くなりそう。磁気型は衝突安全性の都合から、ボンネットが伸びたようなタイプになる可能性もあります。今買うか様子を見るか、よく考えて決めていただきたいです。磁気型があるなら、その中身次第で私も買うかも。といったところで今回はここまで。次はフォレスターかシーポッドに乗ってみたいですな。ではでは、ご視聴ありがとうございました。